おめでとうございます。え、なになになによ。セブライオンズ大会決定、まあ、おめでとうございます。そうでしょ、もう分かったでしょ。もういいでしょ、別に不適されてるやん。ライオンズ今日も来てらっしゃいますね。もちろんいいね。何がですか。ライオンズ応援しにエスコンまで来ましたよ。すごいことですよ、本当に。何やってるんですか。初めてのエスコンですよ。今日は何しに来たのって話だよ。いやもうナンパしかしてないでしょ、うちはもう。そうでした。ナンパしに来たんですか。そうなんですよ。ナンパですよ。メインはそれね、うんうん、もちろん現地北海道、うん、元気がある、うん、はいはい、元気があるね。まあまあそうね、元気地があるね。これをまあ探す旅でもありますので、はいはい、わ、すみません、撮ります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 撮りましょうか。ちょっと聞きたいこともあるんですよ。え、本当に撮ります。はい、ありがとうございます。どっちが、あ、エスコンで、あ、めっちゃここ綺麗じゃん。一回確認してみてください。今日エスコン初めて来て、なんか、あ、いい感じですか、よかった。そのユニフォームを買おうか迷ってて、なんか誰かおすすめとか言う。ファイターズ、もちろんもちろん。ちなみに2人は好きな選手とかある。野村選手。野村、え、今日ホームラン打ってたよ、2軍で。あ、見てた、あ、見てた。俺サウナで見てたんよ今日。え、サウナあるよね、ここ。さっきサウナ行ってて見た知識ホームラン打ったの。北海道の方じゃないんですか。東京で、東京から来て、出身は愛知だから本当はドラゴンズファンなんだけど、まあでもセリーグやし。北海道ですか、出身は。あ、そうなんだ。え、だからやっぱ入門で言えば清宮とか。やっぱ清宮か。それかまあ新庄監督のやつ買う。やっぱ結構いそうじゃない。うん、あ、キャッチャーの。なるほどね、詳しいね、お姉さん。あ、ガチ野球ファン。あ、そうなんや。野球やってた。え、すごい。野球、野球女子じゃん。野球女子や。そうなんだ。まあそのこんだけ野球トークたくさんしちゃったんですけど、最後にあのナンパしていいですか。めっちゃ笑ってます。なんかまあもしよかったら、はい、また来る時とか、また来る時、まあちょっともうシーズン終わりですけど、なんか連絡先とか聞いてもいいですか。はい、いいですか。あ、そうなの。じゃあ、あんまり届いたりしないから。すいません、こんにちは。はい、え、ファイターズ女子ですね。ほう、え、ファイターズ女子ってなんて呼ぶんですか。なんか呼び名とかあるんですか。いや、わかんない。日ハムのユニフォーム買おうかなとか考えてたから、なんか好きだったらちょっと教えてくれるかな。これ誰ですか、56は。細川亮平って選手。ああ、今日2軍に出てたよ、細川。ホームラン、うん、ホームラン打った。だよね。え、高校生とかですか、大学生。大学生。あ、大学生か。あ、大学生。一人で今日。今日一人で。一人で、じゃあ好きじゃん絶対。一人で来ないよ。でもこの後、友達、うん、来るかもしれない。来るかも。え、そのエスコン結構来ます。あの、めっちゃ遠いんで。あ、結構遠いんだ。北海道だけどってこと。お、どこなんですか。石川県で。ファイターズ好き。へえ、これだけは食べた方がいいとか、なんかご飯とかあったりします。あんま分かんない。個人的にパスタが好きなので。はいはい。松本選手のカルボナーラ好きだなって思って。松本のカルボナーラがあるわけ。松本郷のカルボナーラ、ちょっとメモしとこう。そっかそっか。あれ、じゃあ今日一人。え、じゃあさ、もしさ、よかった、なんか時間あったら合流しましょうよ、後で。なんかバッティング見せます。もし一人、もし一人だったら。一人だって、全然友達来てたら友達と楽しんでくれていいんで。LINE とかやってます？ああ、LINE やってるんですけど。はい、やってるけど、使い方わかんない？石川県であんま使わないんか。そんなことねえやろ。そんなことねえやろ。恥ずかしい？いや、本当にいいけどね。LINE 親しい人としか交換しないっていうマイルールがある。ああ、なるほどね。マイルール。マイルールがね。じゃあどうしようね。電話番号とかにする？いや、電話番号の方が大事じゃないですか。ああ、じゃあインスタとかにする？インスタフォロワーは多分30人ぐらいしかいないですよ。全然いいですよ。連絡取れればいいだけなの。インスタはいい。連絡取れればいいだけだから。じゃあちょっとあれじゃない、ライオンズファンも行っていいんじゃない。いる？ライオンズファン？すごい、どんどん行くね。そっか、最下位でってところでちょっと付け込んでいくってことね。もう自暴自棄になってますから完全に。あら、そうな、そんなやばい。ちょっと今日のライオンズファン気になるよ、どんな調子なのか。あ、ライオンズ女子。
ライオン女子が来てしまった。ライオン女子行こう。ライオンズ女子が来てしまった、ついに。え、いいじゃん、行こう。こっから撮ってる。あ、そう。あんまこっちに来る前に。元年奇跡を。お、可愛いんじゃない？お疲れ様です。ライオンズ。お疲れ様です。お疲れ様です。煽ってるだろ、おい。お疲れ様です。失礼だろ。え、今日、どっか、埼玉からですか？お疲れ様です。お疲れ様ですは間違ってるだろ、どう考えてもお疲れ様ですよ。いや、素晴らしいよ、本当に。決まってもなお遠くまで応援するって素晴らしいですからね。本当にお疲れ様です。煽ってんなまあ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 、いつまで言ってられるかですね、中二ドラさんがね。ドラゴンズ頼むぜ、今日も明日、今日明日ヤクルト倒さないと。おい、シュー頑張れ、マジで。ゴイシシュやと、マジで。マジで頑張れ、シュー。ちょっと遠隔で喧嘩するのやめて。マジで。頑張れ、シュー。あの二人、あれ西武っぽくね。おい、行こう。どれだ。すいません。すいません。今日はライオンズの応援ですか。あお。英語でしょ。外国人の。台湾。あお。So are you fan of fighters or lions? 台湾 team. Ah, really? So you have.One of baseball team in Taiwan. Yes. So you don't know much about here. Yes. Ah no, just oh first time. Me too. So you are traveling. Yes. In Hokkaido. Oh wow. Wow. I thought you were like a fan of Save Lions. Oh no. Yeah, it looks like us, but no. Looks like lions. Yeah, looks like lions, but what? Guardian. Fumban Guardians.Wow. 台湾のチーム。台湾ベースボール。Oh, do you know Yao Daikan? Yeah. Oh, yeah? Yeah. Oh. Yeah. Do you know Oh Kian Ming? Oh, yeah? Of course. Yeah. He's a like star. 話弾んでるよ。Wow, interesting. Do you know Park Ji Sung? Do you know Park Ji Sung? No. No? Oh, okay. 知らん。おい、順平全然刺さってないやっけ。Wow.Well, I've been to Taiwan, Taipei last year. I didn't see baseball game. Yeah, I should have. Okay. Wow, interesting. So maybe we can exchange Instagram sometime. We can exchange Instagram. Instagram? Yeah. When I go to Taiwan, I'll text you. Well, I'd like to tattoo. Taiwan girl とインスタ交換です。すいません。こんにちは。ちょっといいですか？ファイターズ女子ですもんね。ちょっと東京から来て、そう、初めて来たんですけど、え、これってもう開いて、まだ、あ、もう開いてんだ、ファイターズストア。あ、まだ開いてないんだ、なんか、うん、先行、あ、そうなんだ、なんかちょっと、可愛げのあるスマートな選手って誰ですか？分かんない、ユニフォーム買おうと思って、誰にしようかな、お姉さんセンスありそうだし、ファッション、誰？タミヤ？キャッチャー好きなんだ、珍しいね。キャッチャー好き。あ、そうなんだ、キャッチャーが好きなの？じゃあ結構普段からそういうチームをリードしたりするの好きってこと？いや、キャッチャー好きって言うから。そういうわけじゃない。こんな可愛らしいのに今日一人ですか？いつも一人？じゃあめっちゃ好きってこと？ガチ勢やん。いや、すごい、まさか、珍しいですもん、一人で。いいね、一人女子。うん、僕中日ファンなんですよ、元は。元って今もなんですけど、あんまり女の子のファンとか見ないから。こんな綺麗な子いないですよ。北に知事しかおらんもんな、中日ファン。マジで。いや、そんなジジイばっかじゃないですけどね、別に。俊一さん、俺見たとこ見ます。ちょっとさ、はい、こっちにアンサーすんなって。ごめんなさい。女の子分からんから。キャッチャー好きっていいね。キャッチャー好きすごいね。ちょっとタミヤのその立ち位置あんま知らないからあれだけど、まあ入場しますか、そらぼち。そうね、行っちゃう。結構並んでるけど、結構見てほら。あ、そうか、もうすぐ4時か。並んでます、ほら、めっちゃ並んでます。じゃあうちらも並びますか。そう、入場ですよ。え、なんかチアが立ってる。入場口にチアが立ってます。おはようございます。さあ、うわー、広すごいね。なんかチアの人が。さあ来ました。え、すごい。え、あ、そうか、室内ってこと。あらー、うわー、なんか、あ、
ここですか？すごい。あら、あらららら。おお。すげえ。完璧な席取りなんじゃないでしょうか。こういうことですね。で、そこにゆり子さんが来て、はい、すいません。ナンパすると。これすごいわ。今この絵がやばいもん。大画面。いいね。ということで今から一人でやっていきたいと思います。まあね、こっからもう球場が広いからね、いろんな場所があるんで、まあいろんなとこ行きながら、まあファイターズ女子かな、まあ西武ファンももしいたらもちろん行くんですけど、ちょっと球場内でナンパしていきたいと思います。ちょっと歩いてたらファイターズ美女見つけちゃいました。こんにちは。こんにちは。ごめんなさい、いきなり誰やねんって話ですよね。元気って言います。はい、普段東京で初めてエスコンに来たんですけど、何したんですか？アユナさん。今日一人で？一人。あ、一人？すごい。よく来られるんですか？たまに、はい、結構一人でってガチ勢じゃないの？いや、いや、そうでもない。俺も野球は結構好きなんですけど、一人であんまり行かないから。すごい、ちょっと見習います。一人で食う時のメインの目的は何なんですか？野球観戦。あ、やっぱ見るの楽しいんだ。誰が好きですか、選手は？松本剛。おお、松本剛。ポスターでも結構中心にいますね。そっか。その友達と来ることもある？はい。それは女の子？男デートも？女の子。デートとかは？ないです。ない？はい。野球観戦デートとかはそんなに好きじゃないんですか？相手がいないの。ぜひ。どうですか、僕野球、まあ実は出身は愛知県で、はい、中日ファンではあるんですよ。けどやっぱ中日の選手がいるじゃないですか、元軍事とか、はい、わかります。パリーグでは日ハムちょっと押してて、ぜひいつか野球観戦デートしてくれませんか？いいですか？マジ？まあなんかそのいつになるかわかんないですけど、じゃあ本当に、まあ、ちょっとナンパ みたいになっちゃうんですけど、連絡先と聞いてもいいですか？いい？やった、こんなファイターズ美女といつか野球観戦できたら本当嬉しいですよ、僕は。LINE 教えてください、本当に。いいよ。ポリーですよ、ポリー。かわいいですね、これね。なにこれ？なんかバッティングセンターみたいなのあるんですよ。バッティングできる？ちょっと結構進化系バッティングセンターで、こういうさ、戦うみたいな形式でできるんよ。こういう、そう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 。で、ほら、ああいう感じでさ、結構ね、最新型ゴルフの、うん、みたいな、シミュレーションみたいな。投げるやつ、これ投げるやつだよ。お、すごいね、とかがあったりですね。こっちの、ほらピッチャーの茶色の顔ぐらいあるんじゃない、マジで。え、顔こんなでかくないよ。そうかな。まあ、ほぼ一緒っていうことで、万波の足と茶色の足は顔は一緒。でかいね、万波。まあ100で、あのピッチャーほら、そうそう、え、なんかリアクションない。あ、なんかした今、ごめん、見てなかった。で、このピッチャーのこの、え、いやー、またファイターズ女子、ファイターズファン美女見つけました。ちょっとハード高く上がっちゃうか、ごめんね。いや、こんにちは。いきなり知らないと思うんですけど、元気って言います。はじめまして。元気ジャパンって YouTube やってるんですけど、今ちょっといろいろ日本中の野球場回ったりしてて、ファイターズファンの、おお、何さんですか？タイデさん、こんにちは。今日は一人で？あ、一人？あら、一人観戦って結構あるんですか？あ、あります。あ、そうなんや、よく行く？よく行く。へえ、すごい。エスコンに来たきっかけは、エスコンができたから。あ、WBC？ え、それで、うん、これじゃん。あ、そうです。 WBC でかいんだ、やっぱ。でかいですね。え、あれで初めて見たってこと、野球を？え、それまではサッカーが好きだった。お、すごっ。今はサッカーは？サッカーも？サッカーか、乗り換え。これ大丈夫？サッカーファン怒んない？あ、すみません。ちなみに WBC の誰とか？伊藤博美。おー、ファイターズの選手。出身は？あ、そうなんだ。え、好きな選手は伊藤博美？じゃない？誰？サチ。サチって言うんだ。俺は。あ、そうなんだ。え、ちなみに
球場デートはしたことあります？ない？それは野球デートあんまりしたいと思いませんか？え、したいんですけど。お、はいはい。いや、まあ、いないんです。全然相手しますよ。全然相手、僕野球めっちゃ好きなんで。はい、でまあ、本当にドラゴンズファンなんですけど、めちゃくちゃパ・リーグの中ではファイターズ推しなんで。そうですそうです。交流戦の時は敵になりますけど。え、そういうなんか他のチームのファンに敵対しとかあったりします？別に。いいじゃん、仲良くしましょう。仲良くしましょう。え、じゃあ本当に今度完成デートしてください。いいですか？え、じゃあ LINE 聞いてもいいですか？はい、もちろん。ちょっとこれは聞かなきゃ。本当にこのエスコンに遊びに来て、はいはい、来るだけでもいいみたいな感じですね、これは。わー、すごいんじゃない？美味しそう。プリンタイスね。いや、あんまそんな感想やめてよ。あ、でも美味しい。うわ、酒飲みたくなるぞ、うん、酒買っとこうから。酒だ。ピンク珍しくない？これ結構前のやつで。あ、そうなんだ。珍しいピンクファイターズ女子美女見つけたんで声かけちゃいました。本当に一回通り過ぎて、わわあって思って、可愛いって思って声かけに来た。ありがとうございます。一人？一人です。あ、一人。これは何？シマエナガ。もうちょっと近く。シマエナガって北海道の鳥以外で、はいはい、ファイターズグッズなの？あ、コラボ。あ、そうなんや。めっちゃ野球女子の格好。そんなことない。そんなことないよこれ。頑張ってそう見えるようにして。あ、野球女子ではありますか？一応野球ではあります。で、日ハム推し。はい。ああ。で、一人でよく来るの？いや、いつもは家族だったり、はいはい、友達だったり、彼氏だったり。あ、彼氏いんの？あ、います、ね。いるんかい。ちょっともうちょいね、隠しといてほしかったな。いやいや、ごめんなさい。全然。何されてるんですか？なんかやられてます？あ、普通に仕事、会社員です。あ、そうなの？はい、なんか花があるから、なんかやってそうだなと思って。なんもない。いやいや、お綺麗だったんで。え、好きな選手は？今はもっと？浅間選手。お、浅間は結構、俺も知ってますよ。浅間は、はい、ライトとかやってる？そうです。だよね。ファン、いつ何年歴？ファン歴？もう何年かちょっとよく分かんなくて、僕生まれた時から。生まれた時から。あ、そういうことね。もう連れてってもらってて、はいはい、気づいたら野球見てて。はい、へえ、あ、じゃあ結構昔から見てるんだ。新庄監督が現役の時で、じゃあヒチョリーとか稲葉の時、お、じゃああの時めっちゃ強かったじゃん。一応新庄監督を引退試合にも連れてってもらってる。うん、出身は札幌？いや、北海道の釧路っていう。おー、上か下か、上か、下です、あ、下か、下です、下です。なるほどね。そっか、でも彼氏いるもんな。野球観戦デートしたい。あ、したことあります。ある？あります。俺としませんか？いや、しません。だよね。いやいやいや、ということで美女だったね。うわ、なんか3連続一人観戦ハム美女女子。うわ、すごいな。一人観戦流行ってんのか。しかもちゃんとみんな好きっていう。もっと日本ハムの来てる方ってなんかそう雰囲気とかを楽しみたいっていう感じかなと思った。ちゃんと好きな子しか俺は今んとこ当たってないです。すごいな。まあ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 、いいぞ、楽しいぞ、エスコン。なんだよなんだよ。いやいやいや、ということでなんとね、ある方から連絡が来たのでその人と合流したいと思います。いいよ。来ましたよ、はい、ファイターズ女子ギャルになってます。知らうちに。ファイターズギャルになってる。知らうちにって言っときながら私作品見てるんで知ってるんですけど。はい。知ってる。最近すごいです。あ、そうなんや。はい。最近なんか気合入ってませんね。どういうトークなの？何が好き？それが好き。作品名覚えてないけど、いや、地上化が増してる気がしますね、最近。いや、こう、何これ？エスコンフィールドで何話してるんや。焼いてないけど、なんかめっちゃ作品がめっちゃ黒くて、番組ガイドになりつつあります。
え、塗ったんじゃなくて焼いてるすごいです。はい、はい、なんだよギャルになりつつある。いやーってことだよ。いや実際でも今日は一緒に見るだけやから別になんもない。まあね、まあまあ豪華すぎる。ナンパしたの？結構俺もナンパしてきて、まあでもしますデート、せっかくやし。まあね、ちょっとリニューアルしたしね。リニューアルしたし、はい、新しいリコやから。ギャルバージョンで、ギャルバージョン、まあ Vlog デートするか、はい、お願いします。やりましょうよ、せっかくよろしくお願いします。売りだくさんやな、うん、売り子もナンパしないといけないけど。そうだね、そうなんだ。売り子ナンパしてるときはデートじゃないから。はいはい、はい、そこだけね、そこだけデートで分けつつ大変です、これは。エスコース、え、初めてやっけ。初めて。やばいよ。そう、楽しもう。いろいろあるし、めっちゃ広い。3階行ってたよね。そうそう、っていう意味で、はい、デート。はい、そうそう、はい、じゃあ席行きますか。行きましょうか。はい、行きます。ちょっとこの距離も撮っとくわ、一応。あ、大丈夫、別にお尻じゃなくて、あ、そう、普通にそんな、こんな